いましたので再開をしたいと思います。今年度の意見書、コンサルの議論をいただく前に事務局に1件報告事項があったということで、これについて、ご意見をいただきたいと思います。それでは事務局より説明をお願いします。意見書をご審議いただく前に1件、関連した報告、がございます。現在予算編成で取り組んでおります辞める減らす変えるの徹底業務の徹底したものです、についてご説明いたします。資料3になります。資料3の1ページをご覧ください。この資料は今年度の当初予算編成作業、正確に言うと28年度の、当初、予算編成作業の開始にあたって各部局に配布したものでございます。例年予算編成の際には事業のスクラップ&ビルドの徹底について依頼いたします。今年度はそれに加えて特に、業務を徹底的に廃止も含めて見直してほしいという指示をいたしました。内容についてご説明します。まず上段の施策推進の方向性には、総合計画後期アクションプランの前倒し達成、人口減少対策など、重要施策への迅速の対応が求められているという状況を記載しております。中段には現状の課題としまして、時間外勤務や長時間労働が近年大幅に増加していること、また職員の士気の向上など、ワークライフバランスの点からも対応が必要なことを示しております。下段には、課題への対応として新たな業務を行うにはそこに投入できる資源が必要であり、それを満たすために既存の業務の見直し、一番良いのは廃止を徹底する必要があること、特にトップの指示がなければ大胆の見直しはできないので、局長課長とトップが先頭に立って取り組むという方針を掲げております。そしてその結果を、今年度の予算、組織編成に反映していくこととしておりまして、現在その作業を行っているところでございます。それではこうした取り組みの背景についてもう少し詳しくご説明いたします。1枚めくっていただいて2ページをご覧ください。上段の辞める減らす変える取り組みの背景、という箇所でございます。こちらには先ほどご説明した現状を記載しておりますが、特に上から2つ目、の項目をご覧ください。これまで行財政改革の取り組みとして職員数の削減に取り組んでまいりましたが、一方で時間外勤務の増加により十分なコスト縮減効果が得られていないということが明らかになりました。中段の参考データというところをご覧ください。今回総労働時間と人件費の推移を分析した結果を示してございます。前回の対抗の取り組みでは4年間で105人の職員定数を削減しました。しかしながら職員数の削減はそれ自体が目的ではなくて、行政コストを抑制し効率的に仕事をすることの手段として目標設定しているものでございます。上の方の表、総労働時間の推移をご覧いただきますと、所定内労働時間は職員の削減により減少しておりますが、時間外勤務は増加しております。時間外勤務は所定内労働より時間あたりの単価が、最低でも 1.25 倍程度高くなって、ございます。こうした状況が総コストに与える影響を、これは試算でございますが、下の箱です。給料は減りますが、時間外で、勤務手当が増加することによって期待しただけの縮減効果は上がっておらないというのが現状でございます。こうした分析から得られる今後の方向性としまして2点ございます。今後の課題というところをご覧ください。まず今年度は予算事業についての見直しを中心に、1ページ目で説明したとおり、行っております。しかし予算がついているものだけじゃない仕事も現状やってございまして、職員の人件費だけでもなっている業務も、ございます。そうした、予算事業のみではないものも含めた抜本的な見直し、また各部局の実質的な取り組みだけに期待するのではなく、見直しの仕組みを作ってシステム的に、行う必要があると
考えでございます。でもう一つは単に職員数の削減を目的とするのではなく、時間外勤務を含めたコストや総労働時間の管理、加えまして職員の士気や能力の向上によって県民サービスの質を高めるという労働生産性を意識した取り組みが必要であると、のはということが今後の課題というふうに考えております。で後ほど、委員会の本年度の意見書についてご検討いただきますが、その冒頭部分の初めには、本委員会で本年度委員の皆様からのご意見を総括して記載しております。まあ、主なものとしましては、改革における実行力が重要であること、その実行のためには行政サービスのやり方や捉え方を抜本的に見直す視点や改革を実行できる能力を持つ人材が必要であること、といったご意見をいただいております。それに関連する取り組みとしまして業務の抜本的な見直しについて、ご紹介いたしました。本日皆様からご意見をいただいた、内容を踏まえ来年度に向けさらなる展開を図ってまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。なお資料の3ページにはこれまでの定員管理の、状況、4ページには今年度の予算編成方針、5ページ以下には総合計画の平成29年度までの重点取り組みの内容を記載してございます。参考にご覧いただきたいと思います。説明以上でございます。審議のほどよろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございました。山色の減らす変えるの徹底についてということで説明をいただきました。これにつきまして大坪公の方から先にちょっと、はい、
それはもう、まあ、企業で言っちゃ当たり前かもしれないけども、本当に正しいやり方なんかって、もう一度、徹底して取り決める必要はないかと思うにですね、例えば私が大学でどういうことやってるかっていうと、ちょっと手の内を、産業大学の私のマネージャーの手の内をご紹介するとね、みんなね、兼務制度ですよ。私は、例えば教務の専門だけど、しかし学部も兼務してるわけ。兼務になってるから、もう一人して雇わなくて、何かの時、空いてる時は学部の仕事やる。他の組織の仕事もやる。だから、一人で、いろんな仕事をたくさんやる。要するに、空いてる時間ってみんないつもバーッと忙しいわけじゃなくて、空いてるって。そういう兼務っていうやり方も一つのやり方なんじゃないかと思うほかに、もう一度ですね、職会なんかこう考え直した方がいいんじゃないかなと思う。本当、初めはね、こう、フラットを立てればね、兼務。弱くなります。そのままやっぱ、会社が増えるじゃないですか。会社も増えるってどうなるんですね。意思決定するって言わなかった。だから、それで私はね、あの大学の企業としての経験から、できるだけフラットですよ。完全にフラットって言えないと。で、どうしたかというと、権限の異常分野難しい。意思決定に一時相談せんと自分に決めなくて、範囲内で。自分の範囲内で決める。だけど、あとで報告、相談、連絡、講演をちゃんとやって、一元化できるんですよ。で、県もいろんなそういったあの組織だとか、職員職務だとか、職務権限、あれだと思うけど、権限、見直せば、その仕事の効率化が進むんじゃないかなと思う。まあ、これどうやってやったらいいかわかんないけど、旦那さんが最近見てるとか、そうだと思うと、すごく思います。そういうことをすごく、さっき、兼務してれば、全部いいわけで、課長の兼務、部長もできちゃうからね。で、だけど、それは、一つの例だから、具体的にはどうしたらいいか、よく考えてみたらいいと思うんですけども、この際どうやって新しい目標をね、職員数やらずにやって、どれが本当の目標なのか、どうやると一番いいのかって、なんか大体しかね、この間話してたんですけど、会社だと大体見てるのは生産性ですよね。それだったら売上高と一緒に言うので、売上高がかかんないんですよ。だから企業というとか、利益貢献度というか、上司の場合どうやったらいいのか、なかなかアイディアはないんですけども、例えば、ね、県民所得を増やすのに、どのくらい行政が貢献したかっていうのは、ある意味、それは行政が仕事だから、県民の各職員がうんと増えて、増やすとか、少ない職を増やすとか、そういう見方もあると思うんですね。いろんな中、新しいのを考えたらどうかなって、だからやめる、減らす、変えるときに、人が減らすっていうのを目的にしない方がいいんじゃないかっていうのは、について、どうでしょうか、皆様、3人分ぐらい時間がありますので。仕事を減らすってもたくさんありますよね。やめちゃうと、我々見てやってきて、あれで、店長がやらなくてもいいんじゃないかと。なんかどうしてこんなに新鮮なのかなと思うのがありますね。さっきは給食をやめちゃったって言うだけど、大変な子供たちで食えない人が減ってじゃあそれで一生余計増える。それから、僕よく自分で学校をやってたら思うんですよね。なんで県に行ったらいいって言うのかなと思うんですよね。県に行ったらなきゃ絶対できないことをやればいいのに、県に行ったらできないことをやってるんですよ、県がね。だから、そのものは民間に任せればいい。民間に高いから使って、じゃあ、奨学金払った方がよくやる。それから、公教育でもないですしね、私は思うんですけど、県立高校をこんなに大事にする県って珍しいね。東京なんか私学の方が大事ですよね。で、私学に。
しなかったよ。成立高校の態度では難しいわけだから聞いに行ったんですけどね。本当は成立高校っていうのは義務教育の段階からは最低限義務教育でしかできないことをやって、あとは資料分の方がそうじゃないかな、そういうことも言う。そうやって見るとね、たくさんまだまだあって改革できる、そういう改革っていうのはむしろこれから見にしていただくとっていうかなと思う。まあ、ね、ちょっとこれに関連してさっきね、労働生産性って言ってたんですけども、これからね、製造業の場合は比較的労働生産性っていうのは人員に対してどれくらいの付加価値を上げたかっていうのが労働生産性なんですね。ところがこれからだんだんね、サービス社会になってきて、サービス産業の差が増えてくるんですけど、そうすると産業の人、特に役員の方も生産性がないから、そうすると付加価値っていう概念がそれがないデータ、だから物差しとして今までできたのが業務量っていうのがあって人数ね、で分母で人員っていうのがあって、これが多分ね生産性っていうイメージの中に役所の場合はあるのかな。そういう考えると、業務量に対して人員を少なくすれば生産効率が上がって、生産性が上がったというようなことになっているのかなって考え方をしているので。で、ただね、ネットで公務員の生産性というのを見ると、静岡県というのが出てくるんですよ、若い瞬間に、いい例として。で、それは大人でいろいろご努力された、業務棚卸しだとか、一人一回復とかね、そういう話っていうのは、なんか、ね、全国的に見るとやっぱり珍しいので、静岡県がその一つの例としてるようになるんですよ。ただね、そうすると、そうした場合に、じゃあ何をもってね、生産性が上がったと言えるのかっていうのを、物差しみたいなのが、それで考えているんですが、なかなか難しい問題がそこになって、で、このまま、今日ね、もう辞める、減らす、変えるでいくと、財政状況が非常に厳しい中ではありますが、非常に職員の負担が増大しているというのが現状の課題にとって上がっているわけですよね。そうすると、これは全体の話であってね、県庁全体の話であって、で、だからもう少しその疑問事とかね、そういうところでどういうふうになっているのかなっていうのがないと、なんか県庁の人が全員忙しいようなことでは多分ないんじゃないかな。あるところでは余剰人員があったり、あるいはこれですかね、少し過剰人員に間接的に金を抱えているとか、そういうのもあるんじゃないかなと思いましたね。で、なんてことが増えていくのかっていうようなところ、僕を含めて考えると、ここに3ページですか、適正な職員配置。ありますけれども、これは全体的なそういう意味なんでしょうが、もうちょっとよく見直せば、どうなんでしょう。適正配置っていう意味でね、人員配置の適正化というようなところで、もちろんやってらっしゃるという考えも大事でしょうし。それからさっきの話に戻って生産性っていう話になれば、何をもってですね、公的サービスとするかっていうのは、先ほどの先生の話でしたね、保健所の先生が選べるとか、考えてもあるのに、何をもって公的サービスとか、
ナーの目標っていうのをあまりはっきりしない。だからそれに関してさっき言ったかったのが、せっかく一緒にしたから自分の目標だけやったらね、ちゃんとそれを動かすようなシステムっていうのが、要請ないだけじゃなくて、ダウンにはあって、ね、で、評価してあげるとかって、そういうのを見てたりして、本気に出るんじゃないかなというふうに思います。でも、相手の伝えられるということがあって、水泳から今まで進められるかどうかということですね。職員の方は、手を挙げて、自分はその能力があるから、手伝ってあげたくても、後で責任取らされるのは嫌なんですよ。私よく知ってるけど。だから、そこのところを大きな課にして、責任はそこのトップを取りますよという形でやれば、もっとやれるわけですよ。で、この前の時も私ちょっと言ったんだけども、今私が行っている、講座している企業ではですね、どんどん試験を受けさせて、他の校を目指しているわけです。手が空いている人は、そこの職場でやれると。例えばね、壁だけしか貼れないという人は床もやれるよというような、そういう、あるいは電気もやれるよということで、空いてたら全部フラットになる。やっていけるということであれば、すごく効率的に回るわけですよ。ただ、この県の職員の場合には、責任問題があるわけです。そこにもしミスがあったときに、よそから来てやっても、お前がやったからとかね、俺の責任じゃないのかと、こういう形になるとまずいもんだから、そこをうまく調整できるような要素もあるのかな、ということが一つ、大きな課題になるんじゃないかと思います。どうしようね。直感的にそう思うんですね。やれてもなかなかその手を出せれない、あるいはお願いできないというのは責任問題だと思います。で、市町の場合はですね、能力的にすごく差があるんですよね。保険なんかやらせると、もう家まで持って帰ってもやれないという子もいるし、2、3時間で終わっちゃうという子もいて、その能力的な差がすごくあるもんですから、まあ、転職の方の場合はもう、厳しすぎるんだからそういうことないと思うんだけど、それでもなおかつね、かなり の仕事量の違いが能率的にあると思う。だからそこをうまく流せるような形が取れるかというのは非常に大きなポイント収入になっています。今お話に出ていることをこれを読ませてもらって私最初に感じたんですけど、やっぱりこれなんて言いますか、既存の事業の廃止とか見直しってどういう観点でどういう基準でって、私は民間ですから、まあ、生産性の問題も出ましたし、そういう、それから選択と集中ですね、行政レベルでのサービスって一体何だろうか、県民へのサービス、そういうものが、価値として生産性としてどういうふうにして測っていくだろうかと。で、今委員長の方から業務量っていう話が出ましたけど、もう当然生産量と民間で言いますけど、その中に一つやっぱし、民間ですと顧客の創造、お客を作り出すということと、新しい価値の創造というのが、やっぱり一番大事なんですね。じゃあ、民間レベルで、行政レベルの顧客の創造というのは一体何だろうかというふうな、要するに仕事に対する価値ですね。で、それが、その部門が新しい方向へ向かっている価値をどうやって見つけていくだろうかと。まあ、そういう、私は、行政の仕事がよくわからないんですけど、なんか民間といろいろこう比べていったり、いろんなことをしていけばまた、できてくるかなと思います。で、もう民間というのはもう明日がありませんので、即それやるんですね。やらないと生きていけないという、危機感があるわけですから。その辺の覚悟の問題もあるでしょうけども、今委員長がおっしゃったように相対的な総論でなくて、いろいろの各部署それの価値観といいますか、先に、逆の想像になっているかどうか、なんかそういう基準をもう少し皆さんに分かりやすく、そしてそれに対する評価をどのようにしていくかというのがとても大事なような気がいたしますね。行政がいろんなことが対応できなくなったと言われたのが、10年ちょい前ぐらいですかね。要するに市民共同なんていう話が浜松でもできたんですけど、要するに、多様化、社会が多様化をしてしまって、行政の今までの行政の、一つという組織とかミッションだけでは対応できない。だから
NPO とか民間と共同しましょうという話ができてきたと思います。でそれはそれで、まあ、共同しましょうって言っても行政の仕事を、ちょっと分けるというか一緒にやるだけであって別に行政が仕事を話したわけではないんですよね。でもしかしたらそこで少しこう幅ができて、行政の仕事の共同することによって、まあ、いいことだけではなくて、いや要するに勘違いというか、いろんなこと多様性に対応して行政も変わっていかなきゃいけないよねって言っていく中で仕事が少しずつ様変わりしていく中で非常にこうすみません民間、曖昧な言い方ですが民間っぽい仕事みたいなことが結構増えてきてで、やっているんですがそれを、まあ、シティプロモーションとか、まあ、とか例がいいか分かりませんがそれって結局でも民間に委託してやってるんだからもともと民間でやればいいんじゃないのっていうような仕事とかも出てきてしまったりすると。でそうやって考えると何のために多様化に、多様性社会に対応するために行政が変質して、なんか対応してきてしたのかっていうのは結局こう何だろう太っただけじゃないかというようなところになってしまったのかなと思うときは最近あります。で今言ったように人を減らすから事業が減るのではなくて事業が減るから人が減るんだよっていうところはもう本当にこれはすごくもっともなことで考えたときにはやっぱり今言った話はこういろんなこの、民間っぽい仕事が非常にうまくいってない、でも行政がやってるから誰も、明日がない、民間と違うので誰も責任取らないみたいな話になってくると本当に無駄なことが実はいっぱい出てきたと。そうすればやっぱり元々に帰って、さっきの研究の話でもないですけれども行政でなければできないことをゼロベースから見直してもう一度する。でそれは法律だったりとか権限だったりとかっていうことがもう、絶対にそれは変えられない、民間では変えられないことから見ていくしかないのかなというふうに思います。でそれはただ、ここでこういう議論はしますが決めるのは県知事だったり議会だったりするわけですから、いや民間っぽい仕事をガンガンやって静岡県は生きていくんだということならそれはそれでまあそうすればっていうことしかないのかなと思いますが、今の話をこう皆さんでずっとしていく中でやっぱり、結論、私が持つ結論としては行政でなければできないことを見直してそこから始めていってもう一回、棚卸し先生のおっしゃる棚卸しみたいなことをしていく。でそこからじゃあ、今度は、プラスアルファとして、色付けしたり肉付けをしていくという形にするっていうのはどうかなというふうに思います。やめる減らす変えるっていうのは、とても、分かりやすい言葉ですけれども非常にネガティブな、匂いがするのでとても多分疲弊するかなと思います。まあ変えるはいいかもしれません。やめる減らすっていうところの、単語をもうちょっと何かいい単語があるといいななんていうことはこれは個人的に思います。だからこの後にね、やめる、減らす、変える、作るって言えないんです。そうするとすごく意欲的なもの出る。で私ずっと言い続けてきたね、大学団体の場合にもう今あるのどうしても必要っていうのはないですよね。そうしたらやめて新しいものを作ると。作ると職員も民間見てる方もですね、意欲が出るんです。新しいもの、人間っていうのは新しいものを作っていかないと。やっぱりプロジェクト X ですよ。次のものに挑戦していく、必要に応じてそういうものを作り変えていくっていうのをね、作るっていうのを一つ入れたらいいと思うんですよ、私は。で、そういうもので、これから意欲的なものが出ると。で、山根一心さんのメタルカラーの時代っていうのを出て、あの中でね、その各その新幹線にしても何にしても取り組んでいく、それこそ下町ロケットじゃないけど、物事に挑戦していくっていうのは、意欲的で目が輝くんですよね、みんな。読んでてもワクワクする。それが何にもないんですよね、この今、大学のを減らすとか、どうしようかってやってる。それはですね、できてから、いつも言うように何十年って経っちゃってるからなんですよ。作る時は燃えるように正しかったんですよ。よし、これによってっていうあれがあったんだけど、今何もなくてね、そういう意欲的なもの、やっぱりね、輝くような希望とか、そういう 目を欲しいんですよね。そうすると、
やっぱりそこで作り変えていく、もう今までやっぱり攻撃が最大の防御だって、やめるものはやめちゃってですね、まあ、言葉はいいけど潰す作るんですよね、必要なもの。それぐらいでやっていくと、もっと意欲っていうのが出てくるしですね、よし、それは少子化対策につながりますよ、それは。と私も思うんですけど、ね、今日ね、ちょっとね、非常に大事な問題があるんですけど、ね、どうしてもやる気っていうのは、本当に考え直すしかないんですよ。で、やっぱり、ここ、仕事場でね、いつも思ってもね、やらされてると思うとね、効率がいいんですね。俺がやりたくてやってるってやつ、一番効率が。やらされちゃうんでやるって仕事ってのはね、効率が悪いし、ミスが悪い。やめちゃったんだからやらない。好きなことやりなさい。ただし、貢献することを言います。社会に。喜ばれること。そういうふうに変えるとね、自分でやってることってみんなね、残業もいとなく。やらせってなんで、また今日も残業かやる、またやるわ。僕は、上司の人って気を抜くでね、なんかやらせてからこう。やっぱり行政の人でもね、行政長はね、お前これ、国民のために貢献してんだろ、こんなふうな貢献なんだよ、こういういいことになってるんだよっていう、そういう仕組み作るっていうのはダメだよな。でもね、時々やらせ感がもう見えるんですよね。気の毒ですよ、それは。上から言われてね、やられって、それから、みんなからギャーギャー言われてやってるって、みんなやらせ感が。僕はね、こういうことだよ。一番僕はね、昔そういう研究やと、どういう組織が一番ね、ダメか。一番ダメな組織って思うんだよね。どういう組織。だから会社でもね、なんかうまくいってないから、ジャー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 キーキーって言ってるけど、本当はね、生産が悪い。楽しくいくらにやって、一番生産性が高いのが今ね、自分になるのが職員だと言われてる。まあ、これは本当かどうかね、さっきの実情を含めてね。でも、もう少し県庁の役員にもね、働いてる人も、やらされたんじゃなくて、いや、俺は一生懸命自分のためにやってるのに感謝されてるんだって、そういうやりがい感、貢献感とかそういうのってのは、何か取り方法って考えていかないと、長すぎしないんじゃないかと、ね、メンタルをね、こう、食べちゃう。いいですか。それはもう今聞いている方たちが実際、どういうふうに感じるかと今、いらっしゃるわけですよね。で、当然それは吸い上げがあると思うんですよね。それに対する何と言いますか、意見を言う場ってあるんですか。なかなか言いづらいんでしょうけどもね。でもむしろじゃあそれをそっと行革に流してくださるとかなんかそういうやっぱりもう本音である程度言っていくというか、自分たちの組織内ではできないと思うんですよね。やっぱり外からのインパクトが必要ではないかなと思いますよね。私も自営業で来年仕事あるのかなと思いながら、年度末はだいたい一つ区切りで終わるので、来年度の事業をもう、まあ、仕掛けはその前から議会の関係がとかあるので仕掛けはするんですけど、どうなるのかなということを思いながら、まあ、二十何年やってきてるっていう中でね、思うんですけれども、でも、なんて言うんでしょう、二十何年やると、こう少しいろんなことが、社会が見えてくるっていうなんですね。で、県庁とか行政の職員の方がすごいなと思う部分と、わーっと思うところは、割と3年ないし5年ぐらいでどんどん変わっていく。で、最初の1年は状況を見て、2年目ぐらいからスタートして、昔3年の時には、そして次のなんか施策を作るといなくなるみたいな、そういう循環で今やっとそれが少し長くなったっていうことなんだけれども、で、この残業が多いっていうのはある意味、状況判断とか状況把握っていう部分もあるのかな。要は仕事するってことはいろんなことの状況が分かって、でなおかつだからこそ次の手が出せるというか、次の事業が提案できる。で、割とこう人事面がこう短いと、新しい分野に行くとまずそこから、その分野の今どういう状況が起こってて、どういうふうに理解して自分の中でそれを一回咀嚼してっていう作業をこうやっていかないと、やっぱり次が出てこない。でだから今、まあ、今5年ぐらいで変わるんでしたっけ。
ると多分この、あの時間が短くなるかなと、まあ、やってみないと分かりませんけどね。それかより効率的なよりね違ったあもっと踏み込んだあの違う異次元のこうレベルアップがあるような感じが、どうしてもそこやっと様子が見えてきた5年って大体その分野が分かるっていうのはものすごい優秀な方だと思うんですよね。だからそれで見えてきたくてじゃあもう一歩踏み込むぞっていう時に大体違うところにポンとまた行っちゃうっていうことだとある意味効率がすごく悪いのかな。だったらもうちょっと長くでもちろんやるところに行っちゃって長くいさせられるのは大変だと思いますので、そのあたりはその職員の方の、こう意識というかレベルとあと周りの人の評価ですから、ある意味評価基準っていうのが、をきちんとこう変えていく。でご本人のが自分に対しての評価もあるし、上司の人または、上司の人ですねが、どう評価するかっていうところの2本立てを持って、総合的に評価して、長くいられる人、まあ、この分野はこの人があってこそっていう時には少し長くいられるようなこう人事面っていうのがあるといいかな。でさっきおっしゃっていたようにやっぱり作るっていう言葉が入った方がいいだろうな。で新しいことって出てくるかと思うんですね。でやめる減らすは確かに無駄なこと、これだったら民間ができるよねとかあと市町ができるよねっていうこともいくつかあると思うのでそのあたりはもうがっさり切っていく。で、この行革を何年間かやってきてバサッと、切るっていうことの難しさっていうのはあるんだけれどもそのあたりがこう英断できるか、仕分けの時もそうでしたけれどもまあ廃止といっても名前が違って出てきたりとか違った形でこう残ってたりとかっていうこと要は、どうしてもそれを手放したくないっていう意識があるんだけれどもそのあたりはもう一定の基準がいったら一回全部、なしにするまたはゼロベースにするとかっていう少しのルールを持っても、そのやめる減らすに関わるかなというふうに思いました。逃げ場例で言うと今のやつあるよね。役所は本当にこの上人事政策を短期的に見て専門家を作っているのかジェナリストでやっているのか専門家会社を同じ点が自衛馬なんですよ。会社ってみんなねある意味や経営者も含めてアマチュア集団ですよ。だから時間がつまんでいるのを決めるアメリカの会社とかみんなね専門家の集団でそれを真似にするのが上の人にある。いかに専門家を用意するか。だから、ある問題について専門家に質問するとすぐ答えてる。日本では時間が必要なんです。一番わかりやすいのは、本部です。本部っていうのはね、アメリカの場合、会社でも、ね、雇ってる人は弁護士ですから、しかも。だから、弁護士に本部に言えば、もうその日に契約書がつくしね、その場合に。ちゃんとしたアドバイスしてるこれ以上の専門は誰がするっていうから公開します時間かかんないの生産ですごく高い日本の組織っていうのは全体にアマチュアだから時間かかってだから教育に時間かかるんですね敷地に時間かかってだから県でもすごい敷地に時間かかってる半年くらいはあのフル生産道路がないですよね。でもこのところをどういうふうに考えるかっていうのは次の大きな点です。日本はそれがないから役所も含めて。だってしょっちゅう変わりますもんね。専門家にならないです。役所の人って何でもできるけど何もできないって言ってる。そういう悲劇があると思うんです。社会的に。今度我々あの、専門家が今度は潰しやすくないとこう言われるわけですね。今度どう考えたら問題なんですよ。もう一つね、役所の人、さっきあの発言がありました。責任問題があるんだから、必ず二人で行動するね、あるいは集団行動の、例えば私のところに来られる、大体2人来られる。東京からね、この間、財務省の人が来るのに、2人来るんですよ。何で2人来るの？死刑官2人来るんですよね。それから、文科省の大臣官房の課長、1人で住むのに、2人来られる。でよく聞いてみると、2人でちゃんと確認し合ってるんですね。民間でそのことやったら潰れちゃいますよ。だから私が一人で言って、一人で私が決めてやれる。だこういう仕組みっていうのは、その一つのプロジェクションもあるし、法律上もあるから、考え直すことはあるんですね。
組むんですね。だから2人は一緒にするわけですから、電話でもさっきの電話のカンバセーションを確認したいと書いていこうと。だからそういう点なんか改めるとシステムとしてこういう問題が出るだろうと思うんですね。それから例えば役所の人が一度総会で出張すると出張先から家に一度帰らない、お家の会社に帰って確認しなきゃいけないね、多くの場合。いやそれは確認しないで電話で済ませるっていうふうに今なってきてんじゃないかと思うんだけど、そういう制度があって今改めて言えないな、うん、そういういろんな細かい改革っていうのがまだまだあるんじゃないかな。それからもっと将来的にあの検討すべきはね、役所っていうのはね、そいつは新聞は積み上げたり雑誌がしまえたけど、あれね、どういうものになるかね、探す時間って思ってるのか。人間がね、一番ね、何を時間を使うかっていう仕事に、検索を探すことになるから。これは私ね、学問的にちゃんと研究して申し上げます。そうね、細かいものづくりの段階でもね、人間っていうのはね、探すのに一番かかる。ものを思っても、細かく分析してる。だから一日のうち探す時間っていうのは役所の人どのくらい使ってるか、人を探すとかね、どこにいるか、おいそれ、書類を探すとか。だから検索エンジンってもね、インターネットで発表したらすごいことなんですよ。だから探す、あの役所の人もそう、ああいうシンプルとかってどうやったらうまくきれいにして質問担当するのかって言った時は、あの生産性上がっていくんじゃないかなと。あれを民間の一流企業の事務所に行くと何もないですよね、大体きれいにして、役所ってのはあんなもう書類の山の中ですよ。探すだけでも大変じゃないかなと私は思うの。業界、あの、ご衛生運動って、うん、整理整頓みたいなの始めてますよね。でも連帳を広めるってのはそうじゃないでもね、県庁が入ってるところを足見つけたら、足みたいな書類があるのいっぱいあるんですよ。綺麗なのは人種だと思います。先ほど の行政でなければできないお仕事っていう話でもう少しさせていただくと、この県はどうか分かりませんが、浜松市とかなどがあるんですが、インバウンドだったりとか、6次産業化だったりとか、企業誘致だったりとか、そういうことを結構県とか市、まあ、要するに行政がされているわけですけれども、必要って思う時があります。必要っていうか、そう、多分それ国がやっているので、もちろんそれが県や市町に降りてくるっていうことがあるわけですけれども、それをサポートしたりとか、なんだろう、一緒にそこに入らないとできないことがいっぱいあるので、そこのメンバーとして、まあ、一緒にやることは必要かもしれませんけれども、どうして、その行政が予算をつけてそれをするのかっていうことが、未だに疑問です。私が頭が悪いから分からないだけかもしれませんが、でなんでこのことを言うかっていうと、さっきも言いましたけれども、成功か失敗か評価っていうのがない、まあないって言ってはいけませんけれども、まあ、評価されたとしてもそれによって結果がない、監査があったりとか、まあ、それが選挙だとかいう話になるのかもしれませんが、古谷さんも先ほどおっしゃったように、民間は失敗すれば借金返さなきゃいけないとかね、それで社長が変わるとか、それをクビになるとか、そういう話になるわけですけども、そういうことが行政は、具体的には多分起こっていないですよね。3年経ったらもうあの課長いなくなっちゃったし、みたいな、ね、こととかね、あるわけです。本当によく見てると、ですね、毎月1回東京に行っている、半年に1回ぐらい東南アジアに行っているっていうような、職員さんとかいるわけですよね。何しに行ってんのって思うんですよ。意地悪かもしれませんが、多分業務で必要があって当然行くわけです。でも当然事業ですから議会を通っているわけですし、何も不法なことはないと思いますよ。当然です。ただそれがじゃあどういうふうにそのことによって何が起こって、どういういいことがあって、市民にとって何が良かったかっていうことまでは本当にこう、まあ、私が分からないだけかもしれません。理解が足りないのかもしれませんが、分かりにくいです。で、それ民間にやっ
ってもらったらどうなるのかなって思う時があるんですね。それが民間がやるっていうことがどういうことなのかっていうのはまたさらに議論しないといけないのかもしれませんけれども、本当にこう本当にやらなきゃいけないことをやらないでそっちやっちゃってるんじゃないのって思ってるような民間っぽいお仕事がすごく多いんだなっていうことは、これは市民として県民として非常に感じてしまうところであります。当然まあそこでお金が県の中で回る、市の中で回るから経済効果があるよと、お給料も払われるしっていうことなのかもしれません。それはまあそうなんでしょうねっていうことなんですが、ただやっぱり、まあ5000万、1億こういうもので使いましたっていう中で、じゃあ、保育士は足りませんとか学童、の、待機が減りませんとかいう話をされると、先ほど、男先生が先ほどおっしゃったように幸福度っていうところがどっちなのかなっていうのは非常に県民としても分かりにくいなと思います。で、何よりも、行革の時にいつも言うように、県民が幸福になるための県ですから、行革もそうですし、お仕事ですから、そこがやっぱり一番分かりやすく説明できるように、もちろんその私が民間っぽいなって簡単に言ってる仕事が非常に県民にとって幸福につながる仕事であるであるならば、それがちゃんと県民にとって実感できるような説明だったり情報公開だったり、何かしらが私たちもちゃんと受けなきゃいけないし、聞かなきゃいけないし、出さなきゃいけないなっていうふうに思ったりします。だから何をやめるのかって言った時に、じゃあ6次産業なんかやめちゃえばいいじゃんみたいなね。で、絶対やめちゃいけないの、それはやっぱり保育園でしょみたいな話。でもそれがやっぱり民間としてはすごくこうフィットするんですが、そうじゃないんだよっていうところがもしあるんであれば、それはちゃんと分かるようにしていただきながらでないと、何をやめて何を減らして何を変えて何を作るのかっていうところが県民にはなかなか理解できないだろうなっていうふうには思っています。私、少なくとも私はインバウンドと企業誘致と6次産業が私たち県民にとって何がどう幸せになるのかっていうのがいまいちこうそうだよなっていうふうに説明、人に説明できないところがあります。まあちょっとここら辺でやめないところ、時間的とても大事なので、ちょっと具体的な一言、私県の審議会とかいろいろやってるもんですから、その時にはいつも思ってたことなんですけど、この具体的に時間を減らすっていう中でね、必ず審議会の前に行って委員に、今回 の、 委員会の資料説明にっていうことで、大体お二人ぐらいの、今大坪先生がおっしゃるようにお二人ぐらいの方がカラーコピーのすごいちゃんとした資料を持ってこられて、まあ読んどいてくださいと。でまたその審議会に行くとまた新しい資料があるから、ちょっとメモしたところとどこが違うのかなとか思いながら混乱しながらこうやるんだけども、例えばそういうのもやめますと、まあ、審議会の前に意見調整して意見を入れるっていう思惑もあって、審議会の中で荒れないようにするっていうこともあるのかもしれないんだけれども、とにかく2時間の審議会の前に、じゃあ1時間前に皆さん集まってもらって中身の資料は徹底的にそこで説明しますと。そうするとどっちみちみんなそこに集まるのだから、少しその間が30分とか伸びるのはそう難しくないんですね。で、おとついも河川の方で1時間ぴっちり説明を受けてはーとか思いながら聞いてたんだけれども、でも2人の方が全部 の、 かあの委員さん回るんで大変ですねっていう話とかちらっとしてたんだけれども、そしてご本人と、まあ、効率よく説明するということも含めて、集まっていただいてっていうことがだいぶ時間が減っていく。でその代わり市議会で 思ったよりも違う意見が出たとしても、それはしっかり指針受け止めてっていうことはしていかなきゃいけないんだけれども、そんなにこう安全なこうルートを取らなくても、荒れたら荒れたでそこで中身変えればいいじゃんっていうぐらいでっていうぐらいこうバッサリ、それがやめる減らすかなと。だから審議会の考え方なんかも変える、っていうと、2人の 人間が十数名の委員に1時間上下入れると1時間から2時間ぐらい回っていくっていう時間が、で昨日も5時過ぎまでかかってたんだけど、どうするの、今から帰るんですかって言ったら、いや戻ってまたこれについてって言ったら、ちゃんとメールとかが夕方もうそれを7時ぐらいにまた来て、あじゃあこじゃっていうのが来ると、いつまで仕事してるのかな、かわいそうにって思うので、そのあたりのことはやっぱり現場の説明に来る職員からは辞めたいとは決して言えないだろうから、この部長級課長さんたちが審議会 の、 その会議の
運営の仕方とかっていうのをこう示してしまえばいいかなという、そうするとだいぶ減るかなというふうに思いました。はい、何も議論してるかちょっと分からなくてんですけど、これが何のところ作ったの、要は行政改革で作ったんですよ。まあ、そうすると予算の編成の時にこういう方針で予算編成をしてくださいっていう、そういうあれですよね。資源、リソースを新しいこととか早くやるためにどうするかっていうのがもちろん一番最初にあったんですね。で、その前提で私もやめられるやつなので、いやもう考え方的にはですね、これ作るとのためのやめられるやつだよっていう、そのネタのちょっと配慮はね足りなかったと思います。ご指摘ありがとうございました。ありがとうございました。しかしもう終わっちゃったんですよ。はい、ですから、皆さんがおっしゃった議論を踏まえて、本日最後の記事ですけども、意見書、本冊の方でちょっと説明をお願いして議論したいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、資料4でございます。今年度の委員会で委員の皆様からいただいた意見に基づきまして、資料4のままですね、先ほど見ていただいたのは別冊の、給食会、給食の、ものですが、こちらは例年作っております、本冊というものでございます。内容をご説明いたします。1枚めぐっていただいて告示をご覧ください。意見書の構成は、はじめにとしまして、この1年間、皆様から頂戴しました、さらなる行財政改革の推進にあたって、必要な視点などをまとめてございます。具体の検討事項としましては、
行財政改革大綱の取り組み期間を通じて検討する課題、がですね、行財政改革大綱の進捗評価、藤野国市民共同事業レビュー、外郭団体の点検評価の3点でございます。また2の方の27年度に検討した課題がですね、侮辱教材関係の26年度の検証への取り組み内容、市長と県との連携、民間能力を活用した公の施設の管理運営、および、今ご議論いただいた山を減らす会の徹底の4点でございます。2の1ページをご覧ください。はじめにの冒頭に、27年度の検討テーマを記載してございます。2ページの中段にかけまして、学校給食に関する一連の議論について明らかになった課題のほか、今年度の委員会の成果について記載した上で、県が改革における実行力を発揮し、検討結果を具体的な課題解決につなげていくことを、当委員会として強く望む。あります。で、括弧書きのさらなる行財政改革の推進のために以降には人口減少社会における行財政改革の方向性など委員の皆様から頂戴しました、ご意見を4つの視点でまとめてございます。1点目、のですね、改革を実行していくインプリメンテーションとは多様な主体と連携して改革を実行していく力が極めて重要で、県はその力を高める必要があると。リーダーシップを持って未来を切り開いていくことを期待するとしてございます。2点目の市長や民間等との連携では、県と市長等が策の方向性や目的の整合性を取ることが重要であると。そのためのプラットフォームとして行政経営研究会が機能することに期待する一方、人的ネットワークの構築など連携の基盤として効果的な活用に努める必要があると、ございます。4ページをお開きください。3点目、行政サービス等の抜本的見直し、イノベーション、でございます。行政サービスのやり方や捉え方を根本から変えていく必要があると。業務の廃止を見据えたゼロベースでの検討を行ったともに、民間に任せられるものは民間に任せることを徹底するとしてございます。4点目の県の人材や組織では、無駄無理無駄をなくすことが最終目的ではなく、新しい産業の創出などに成果を出して県の活力、地域力を高めることが重要であると。その実現に必要となる優位な人材をどう育成していくか、今後の人材育成や組織の方針を検討していく必要があるとしてございます。まとめといたしまして、改革の実行力を一層高めるためにも、県民が県政を自分のこととして捉えることが重要であると、そして本意検証が一つの契機となり、行財政改革の意義や必要性が県民により深く浸透していくことを大いに期待するとしてございます。6ページをお開き願います。こちらから、個別の検討について記載してございます。行財政改革大綱の進捗評価について、丸1に取り組みの内容、丸2の、27年度委員会意見として、既存の仕組みや業務をゼロベースで見直すなど、皆様のご意見を総括的にまとめたものを、当選枠の中に示して、その下には委員会での主な発言内容を記載しております。10ページを開いてまいります。藤野国市民共同事業レビューにつきましては、県民評価者の地域バランスに配慮した開催方法を検討するなどの意見を期待してございます。11ページにもありまして、外国団体の連携評価について、ゼロベースで団体の必要性や事業内容の見直し検証を行うなどの意見を記載してございます。12ページをお開きください。26年度意見書の、補助教材関係の取り組み内容についてでございます。県教育委員会の改革の取り組みは一定の評価をするが、ガイドラインが現場で実効性を持って機能しているかどうか、市長の現況を検証し、当委員会にも報告する、ことなどの意見を記載してございます。13ページには、県と、市町と、市長のですね、県との連携について、人口減少、人材確保などの今日的な課題に対し、
意欲の高い市長、地域と積極的な連携を図り、具体的な成果を実現するという意見を記載してございます。14ページをお開きください。民間能力を活用した公の施設の管理運営について、施設の必要性や運営状況等の検証とともに、新たなサービスや産業雇用を生み出すような活用に、の活用の仕方についても検討することなどの意見を、記載してございます。なお、15ページのやめろ減らす変えるの徹底、につきましては、本日いただいたご意見に基づいて、今後作成いたしまして、次回、2月の委員会でご確認いただく予定でございます。16ページを開きください。16ページ、17ページの参考資料として、今年度の委員会の開催状況及び、メールを記載してございます。改めまして、皆様にはご多忙の中、本当に多くのテーマにつきまして、このような多くの時間をかけて、真摯にご議論をいただきますことに、改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。本日は、この意見書について皆様にお分かりして、いただいたご意見に基づきまして、委員長のご指示の下で修正を行い、2月16日の第8回委員会で最終的なご確認をいただく予定でございます。説明は以上です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは今説明がありました意見書案について皆さんご意見をお伺いしたいと思いますが、一応終わりの時間5時なので、一応5時ぐらいを経て説明がありました。山本委員の方がよろしいですか。全体的には非常によくまとまっているなという意識なんですが、ちょっと気になったのは一つは毎年言っている外郭団体の点検評価、これってなんか毎年同じようなことを書いてるかな、進んでるんだろうかっていうのがちょっと気になるので、もうちょっときつい文章でもいいのかなっていう気が一ついたしました。あと12ページの補助教材なんですけど、意見のところで取り組みには一定の評価をするが改革の第一歩に過ぎないっていう書き方っていうのは第一歩を評価してるっていう表現になるんですかね。なんかその一定の評価っていうとかなり進んだかなみたいな意識を持つんですけど、その後の改革の第一歩って言ってると踏み出したことを評価してるっていう意味なのかなっていう気もするので、で今回やってて多少は変わったのかなっていう気はするんですけど、こんなもんじゃないだろうみたいなところもあったりしたので、ちょっとこの辺の表現は考えていただいた方がいいのかなと。以上、細かいところです。全体的によく作っていただいたなと思います。特に評価したいのは、改革を実行していく力といいますか、早い話がですね、いろんなことをここで議論して、だとしましてもね、やっぱアクションを起こさないことにはもう意味がないと思います。そういう意味ではぜひこの改革を実行していく力を、前面に出してやっていただきたいと思っております。それからですね、先ほどの改革団体の話はまさに山本委員と一緒でございます。それから行政サービスの中でこのものづくりで、製造から創造へというふうなことがございますけどもね、これは行政サービスだけじゃなくて、やっぱし新しい産業を育成していくというふうなことで、その辺もお願いをしたいなと思っています。全体的にはいいんじゃないかと思っております。いつものことながら、皆さん私も含めて、さまざまないろんなことを勝手に言っているのを大変上手にありがとうございます。で、私としては毎年多分ずっと言ってると思うんですが、県民が県民がっていうところがどうしても欲しい、というところで、県民が県政を自分のことをしてということをぜひ大きく言って
ほしいということをお願いをしましたが、そこをちゃんと入れていただいてありがとうございました。やっぱり県民の幸福のために行革があるんだということは、ここはもう絶対にやっぱり大きく一番最初にはっきり書いていただきたいなと思います。勝手に誰かやってるわけじゃなくて、みんなのためにやったんだしね、あなたたちのことだよっていうことがやっぱり欲しいなと思っています。で、それと、13ページの市町と県との連携のところですが、これも小さなことですが、丸2のところの、太い資格の中の意欲の高い市町地域っていうのって、難しい表現だなと思いました。定義も難しいかもしれませんが、誤解されたりとか、読んだ人がどういう気持ちになるかなっていうのはちょっと考えたりしたので、もう少し何かこううまい表現があるといいなというふうに思いました。以上です。ご苦労に感謝していたということですけれども、まあ、私は常々申し上げてきましたから全部極論は言ってますので、まあ、正直なところ、論的にはですね、個人では物足りないという気がいたします。それからまあ、これはこれで評価しますし、そのまま結構ですけれども、ちょっと意見としてですね、今震災の道路建設の談話も出てきますので、それから教科書についての賛成法とか、その問題が出てほしい。さまざまな問題を見ていくとですね、日本人は新しいものを作るよりも他のシャッターが早いという、企業であれば当然新しい方策とかもっといいやり方でもっと安いものっていうのを考えに考えてもできない。これ何言いたいかというと、このですね、副教材の問題にしても今の学校給食にしても今までの形の出来上がったものの中で何とか維持をしながらですね、談合に近い形慣れ合いで、楽していこうというようなものもうどうしても根底に見えるわけですよね。そうじゃなくて、もっといいものを作り上げていこうっていう、そういうものをするとですね、当然苦痛も伴うしですね、そういった努力もしなきゃいけないんだけれども、これいい例であって、今の申請絡んでいろんな形でですね、不正にその資金を使っているというのがありますけれども、あれは上から下まで流れているというようなもの、これをですね、ぜひ隠れたものを洗い出して、この業界ではやっていかなければいけないなと。で、今度はちょっと話しておりますけれども、産業廃棄物のガスの問題が出てますけれども、こうしてですね、もうないだろうと思っていると、隠れた形で出てくると、要するに、どこかこの目の届かないところをですね、うまく探り当てていくというので、こういうものをですね、許さないような形というのは、これは企業だけれども、行政の中でもですね、そうした隠れた分野、で、私の意見書の中にありますけれども、農業委員会とかですね、今まで出来上がった形の中でそのまま JA まで、JA まで出来上がっちゃっていて、ルーティンワークにしてやっていてですね、で、農業は国の機関であって食の安全というのは安全保障だよというような形でですね、すごく甘やかされていると、そういう甘い分野がですね、なかなかメスを入れないというのはかなりあるということでですね、ぜひこういうところを洗い出してほしい。これは意見ですけれども、そう思います。はい、まあ、皆さんが言ってくださって、大体済んでますので、本当に、いる、メモもお出ししましたので、そのあたりが入っておりますから、よくまとめていただきましたと思います。まあ、毎年言ってることですが、まあ、きつく書いてもいいかなというところ、外部の人間ですし、こうしないとダメだってぐらいは、なんていうんですか、そういう成果を望むとか、希望するとか、取り組むことが大切であるとかっていうんじゃなくて、こういうふうに変えていかないと、いけないとか、割と強い言葉で委員会の意見とかは、ちょっとその語尾をちょっと、きつくしてもいいかなっていうのは、いつも思っております。それから市町のと県の連携の中で、美しい図創造センターとかって去年の話でしたっけ？加茂地域の去年の話ですよね。去年昨年度。そうですね。で、加茂というか伊豆地域においては加茂が消費生活センターで、保健所とは行政、保健所じゃないか、行政のその総括の場所が
できて、そして美しい創造センターで、まあ、DMO みたいな形の中で の組織ができてっていうことで、そういう意味では県志摩市と県の連携の中のこうモデル地区みたいな形でやってる進めてるのかなっていうふうにのが思いますので、まあ、そのあたり少しこう入れて、行財政というところだけではない部分もこう連携が始まっていて、一体的に要は、理念というか具体的にマネジメントする部分と、それからその行財政の中での、本当にその、なんでしょう、町づくりの中で、町づくりでという言い方が欲しいですね、行財政の中でのこう職員の中でのその行革というか、つながりというか連携とかっていう、こう2本立て両輪でこうちゃんと、進めているみたいな話とかが少し出ると、さっきの減らす、やめるとかっていう、こうちょっとマイナスな雰囲気だけではなくて、作るという部分では入れられるので、そのあたり少し言ってみると、やめる減らすじゃだけではなくて作る、そして、新しい指導環境を作っていくっていうところが見えるかなと思いますので、うまい具合に入れていただければありがたいなというふうに思いました。一生懸命やってるのは県庁だけど、他の市町の行革ってどうなってるのかなってよく分かります。またそういう能力があるんだろう。だから市町の行革についての意見交換会とか、あるいは支援組織、それとも作って県全体の生産性を上げるっていう、県の行革組織全体の役を変えるっていうことも考える人があるのかなっていう、これは県の役割の問題がありますね。2番目にですね、私はこれ自慢なんで、ぜひどっかに入らないかなと思って言ってるだけですから、聞き流しても結構。それはね、静岡県が日本で一番すごいのは、行政の人たちが、実行区いまだにね、1年1改革運動ってやってるんですよ、1革。合格の改革をね、あれはね、こう、これの、なんていうの、魂がベースになるんじゃないかと思うんで、どっかでああいうものについてのレビューをね、上げてね、次にはっきり見てもらったらどうやってやるの。例えば、これだけ、提案が出ましたよ。で、この中で、これは、この中に改革に入れますね。やっぱり、それが一つの評価になると思うんですね、みんな。地位がともに評価してる。分かってるから、だから、別にやってはいるんですね、要請とかね、要請とかね、だからやっぱり、広く上げて、静岡県はこう何年かかるか、どんどん増えてるって、みんな申し訳ないから、すごいんですよ、提案で。なかなか出ないんです、本当はとがあったら。それが出てきて、今や日常業務のようになるようになってきちゃっては、まあ、万年かいいんじゃないかと言われるかもしれないことをやってるってことはすごい。それがどの程度この改革に使われたのか、つまりですね、この改革の中の仕事の中に、私はコメントを書いてるから、あえてお見せ上げるんですけれども、随分ね、使われると思うんですね、提案されてきてやってるのは、行政の運動自体に。だけど、出てきませんよね。まあ、そういうのは数を上げて、こういうふうに上げていただくと、皆さんの励みにもなるし、新っていうことも分かります。いくらこういうのやっても、やってる人がさっき言って楽しくやる、面白くやってくれないと進まないんで、それは改革
戦後に作った仕組みや観光で、それがそのまま現在も行われているので、それが時代が変わっちゃったり、法律も変わってるんだけども、観光や改修で、ね、行われているということが、やっぱりね、大きなテーマとしてやってきたわけですから、それについてね、もう少しね、はっきり言った方がいいんじゃないか。まだこれからも多分、そこら辺がね、普通病学としても持てるんじゃないかなということと、それから、まあ、さっきね、昨日よりも、人に近いものとか、手を取られましたが、非常に素晴らしいという気持ちを持っているわけですが、民間の方もね、まあ、求心運動とかいろいろ始まって以来ですね、いろんなやり方の改革っていうのが、新しい仕事だとか、連携って場合に、その組織的なことだとか、そういうこともありますが、民間がやってる手法っていうのを本当に、なんか参考になるのかな、ないのかっていう意味で、感覚が少し研究されてたと思うっていう気がします。今、言及していただいた九州産業さんとは、実は昨年度から、この改革運動の講師に来ていただいたり、有志参加の有料事例をうちの病床試験の時に日本の手本でですね発表していただいたり、うちの病床試験の時に有志参加の幹部の方が審査員にやっていただいたりということで、昨年からだいぶですねいろいろ教えてもらいながら、お互いにいいところを一緒にやりましょうということでやらせていただいて、他の部門もですねぜひそういう民間の、優れたものから勉強させていただきたいというふうに考えておりますので、またそういう中で、日本になるようなあればですね、教えていただければかなり前向きにやってきているつもりなんですけど、他にもどんどん取り入れてもらいたいと考えておりますので、こういう取り組みが民間ではあるよということを教えていただければと思います。民間の QC、それから、ちょっといろんな手法をベンチマークしながらですね、やっていくべきではないかと思いますので、ぜひ、勉強をお願いします。知ってしまうか。だいぶ時間になってきましたので、今日は本当に皆様方から積極的にいろんなご意見をいただきまして、これを参考に意見書に取り入れまして、最後、私と事務局で最終案を作成して、次回は委員会でお答えいただくようにしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。今日は本当に長時間にわたって、ご質問を本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に事務局より次回の予定についてご連絡いたします。
第8回教育大学学生審議会は2月16日火曜日の開催を予定しております。これが本年度最終の委員会となる予定ですので、よろしくお願いいたします。それでは以上をもちまして、第7回静岡県行政政改革推進委員会を閉会いたします。本日はありがとうございました。